では続いて2つ目の質問をお願いします。今最終選考次に行かせていただく企業さんなんですけど、自分でまだ踏み込めない理由として志がないっていうのがあって、会社に入って何に向かって自分が頑張るのかっていうのがないと嫌だなって思うことが出てきた時に、何のために頑張ってるのか見失っちゃうよねっていうお声とかもいただいて、確かにあればそのままそれが会社の志望する理由にもつながるしっていうので分かるんですけど、なかなか見つからない。それは自分の中で足りないと思ったのか、あるいは会社さんからフィードバック受けて、あ、直さないといけないって思ったのかでいうと、どっちですか？どちらもありますね。あ、どちらもあるんだ、はい、なるほどね。一社さんから言われたんですか？確実に一社からは言われてます。他にどんなこと言われたりとかしてます？それぞれの会社さんで点数化をしてないのも言われました。自分の軸で、この軸に対してはこの会社が5点とか4点とかっていう点数付けをちゃんとしきれてないっていうのも言われました。あともう一つは、人によってアドバイスをくださる観点が違うので、結局どっちが正しくて自分がどっちに従うべきなのかっていうのを迷って右に行ったり左に行ったりしてまっすぐ進めないっていうのもあります。要はいろいろ言われすぎて、正解がいっぱいありすぎて、どれが正解か分かんなくなってるっていうことですね。そうですね。もう志なんてなくていいんだよ、もう一回入ってみればいいじゃんっていう人もいれば、ちゃんと志を持って、ファーストキャリアめちゃくちゃ大事だからちゃんと決まってから走ろうみたいな方もいて、だからどっちも確かにすごい自分の中で腑に落ちるんですけど、どっちが自分の考えなんだっていうのが決まらないっていうところですよね。多分正解不正解なくて、志は持った方がいいし、持ててないのも事実だし、だから正解不正解ない。そもそも志を持つべきなのかとかってどう思います？思ったのは、志を持たなきゃって思ってる時点にちょっと違うんじゃないかって思い始めて、こうしたいっていうのは自分も自然と出てくるものなのかなっていうので、見つけなさいって言われて見つけるものとは違うような気がしてます。僕思うのは、フィードバックにも2つあるなと思ってて、そもそも最終選考に挙げられない理由として、トップの自分の理想像明確になってないっていうフィードバックか、あるいはボトムの学生時代頑張ったこととか、自分がやった過去を喋れてない、整理できてないっていうパターンのフィードバックに分かれるのかなと思っていて、これって会社の目指す方向性で結構フィードバック変わるんですよ。だから合うか合わないか、それでも分かれるわけですよ。実際どっちが自分にとって合うのっていう話なのかなと僕は思っていて、ただの自分の意思決定の話なのかなと思ってるんですよ。だから自分にとってこの会社がこういう風に言われるってことは常に多分言われると思う。会社に入っても自分の志を持って、次は何するの、将来的にはどうするのとかっていうのを常にフィードバックされる。それが自分にとっていいか悪いかっていう価値観の問題に近い。それいいと思います？悪いと思います？自分の中では今は苦しいですよ。苦しいんだ。苦しいんだとやめた方がいいんじゃないですか。それよりも自分が生き生き働いて目の前のことに集中するタイプなのか、将来のことを考えて逆算して今までやってきた、やりたいことを自分で掲げてやってきたんだったら、そっちの会社選んだ方がいいし、自分は現実をちゃんと見てやるべきことに集中してやっていくっていうことでやってきたんだったら、そういう会社さんの方が合うじゃないですか。価値観の違いに近いんで、フィードバックはいろんなこと言われるじゃないですか、はい、これはこんな感じでいいと思う。いや本当に本当に、なるほど。すごい就活生ってめっちゃみんな真面目な人が多くて、すごいいいことだなと思うんですけど、反面もうちょっと耳痛の方法を学んだ方がいいなと思ってて、社会に対して何かやりたいことってないのとか、僕はその質問が来た時点で合わないと思ってたんですよ、そもそも。だって今はないし、後で見つけていければいいやいうふうに思ってたタイプなんで、いろんな大人がいろんなこと言うけど、それは価値観に基づいた、言い方悪いかもしれないですけど、押し付けフィードバックなのか、ちゃんと合理を持ってフィードバックをしているのか、どっちなのかっていうのは自分の中で判断できるようにした方がいいと思います。自分がまだ社会人になったことがない分、もう先輩方の意見ってもう素晴らしいっていうのを、わかります。もちろんそうだからこそ、自分がどう解釈するかっていうのが大事だと思ってて、全て正しいけど、じゃあどう解釈するのかって言って全部取り入れようとして、自分の軸、自分がどう考えてるのかがどっかに行ってしまった。そうひょんな言葉からずっと印象に残ってる言葉とかあるんですか？あります。あれは僕良くないなと思ってて、自身から始めようと本読んだことあります、はい、あります。あれって考えるべき問いが何なのかっていうのをロジカルに書いてる本だと思うんですけど、まさにあれが本質だなと思っていて、就活生に問われたフィードバックとかは、そもそもこれって考える必要がないことの方が多いんですよ。だってそれ価値観の問題じゃん、合理の問題じゃんって別に分けないと、答えが出ないことに対してずっと悩むっていう構造になっちゃって、あれ私は今何を解こうとしてるのかっていうのが分からなくなってしまってる。まさに。だからこれってそもそもなぜ考える必要があったんでしたっけっていうのをちゃんと人事に聞いた方がいい。なぜ志を持った方がいいんですかって、その企業の価値観が分かるから。
そのフィードバックはどういうところから来てるのか裏側を聞いた方がいいです。質問って結局背景が一番大事なんですよ。いい質問だねとかって言われることってあるじゃないですか。はい、大概はその中に背景があって、自分の知識とか過去の事例とかいろんなものが背景としてあって、こういう質問してるんですっていう質問したら、いい質問だねって言われることがやっぱ多いわけですよね。うん、だったら背景を問うことが結構重要で、質問というよりはなぜその問いを解くべきかっていう理由をちゃんと聞いた方がいい。だから全部受け入れちゃうとしんどくなるから、うん、けど企業さんの中ではそれに明確な意図があって、ない場合もありますよ。ない場合もあるから聞いたこと、ちゃんと背景を理解して、自分がそれが解くべきポイントなのであれば解いた方がいいと思います。そこをちゃんと考えた方が本質的かなと思います。例えばそれがね、志がないと大きな困難に当たった時に乗り越えられないからとかであれば、ちゃんと解決しておいた方がいい問いかもしれないから、うん、こういった場合って、私過去のこういった部活動とかサークルの中でもこんな困難があったんですけど、その時はこう乗り越えられたし、本社でやってるビジネスもこういうことなので、そこには自分の中で意味付けができてるから問題ないですっていうふうに言い切ってしまえば、お互いに解決になるかもしれないし、もしかすると、いや、うちはちゃんとみんながビルを持ってる会社なんですっていうふうな、その方針価値観なんであれば、じゃあ入れませんねっていう話になるかもしれないしっていう感じですかね。前回の動画とかで志望動機の本音と建前みたいな話もあったじゃないですか。実はこう悩んでるけれども、この会社にこういうふうに伝えようみたいな、人事側も本音と建前あるんですよ。例えばさっきは人事が言ってることがちゃんと人事も思ってるっていう前提で割とお話を進めてたと思うんですけど、人事側もフィードバック建前にすることがありますと。でなぜかって言ったら、落とした理由をちゃんと伝えるとそれが炎上する可能性ってありますよね。裏側でこれを理由に落とされましたっていうことが出回るリスクがあるだったりとか、はい、もしくは自分たちの採用基準が外に出てしまって対策されるかもしれないだったりとかで、結構伝えるのって難しいんですよ。実際に見てみると、他の就活生との相対評価でレベルがやっぱり下だったから落としただけなんですもあるかもしれないけど、そんなこと言えないから、この人自身に対するフィードバックで何かを持って帰ってもらって、お土産になって、この人の人生に何か残ってもらえそうな言葉ないかな、志が足りないんですよの可能性もあるっていう。なるほど、これもなんか持っていくとちょっと楽にはなるんじゃないかなというふうに思いますね。私にも思いがあるように、人事さんとか会社にも考えとか背景があるから、全部 100% そのまま受け入れるっていうよりかは、やっぱり自分で分からないなりにも自分の考えを持ちつつ、それを受け入れるか受け入れないかっていう判断もして、なんか受け入れすぎないっていうのを意識しようかなって思います。社会人は神じゃない、人間なんで間違ってることも絶対ある。それをちゃんと認識することから始めた方が僕はいいと思いますよね。これはでも就活始めた直後にお会いしたかったです、僕らが言ってることも正しくないかもしれないし、あ、そっか、それを受け入れるかどうかは自分にとって納得感があれば受け入れた方がいいと思うし、なんか違和感感じるときってあるじゃないですか。あります。違和感感じたら、なんで違和感感じてるんだろうって考えた方がいいと思います。それは解くべき問いなのかっていう話につながる違和感、違和感は潰した方がいいです。じゃあ今日納得した、すごいと思ったのも、なんでそう思ったのかっていうのをちゃんと言語化しないと、そうです、なぜこれってやるべきなんだっけとか、目的ってなんだっけとかっていうのをちゃんと自分の中では明確になった状態でアクションを落とした方が、進む方向性がすごく分かりやすいんで、やった方がいいです。ビジネスの中でも絶対目的設定しないと全部ミスります。ありがとうございます。ありがとうございます。志を見つけたんですけど、どうリンクさせるかっていうのがわからない。そもそも志って考えた方がいいんでしたっけ。考えないことを意思決定するっていうのもすごく大事。合わないっていうものの中にも許容度っていろいろ分かれてるんで。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。